みなさん、こんにちは。しょりみつねのしほと。さあ、何にしよう。りみです。ということで、今回ですね。今回は、ね、夏休みの宿題を、ちょっと皆さんにね、見せていこうと思います。気になるんだよ、人んちの宿題の量が。そう、なぜかね、自分がね、宿題ね、こうやるって時にさ、やりたくなくて現実逃避するじゃない。そう。それで、こういう動画を見て、あ、千穂ちゃんもこんないっぱいあるんだ。うん。なるわけよ。なるかな、ほんとに。全例でみんなこうなるわけ。そうなんですよ、りみちゃん。そうなんだよ。まあみんなさ、なんか違う学校の人とさ、話すとさ、宿題どれだけ出たとかなるじゃん。なるのよ。なるのか。それそれ。それ。ということで、今からね、はい、その宿題の量をちょっとで紹介していこうかなと思います。はい、さて、うちの学校は多いんでしょうか、少ないんでしょうか、わかんないですけど。そうですね。はい。まあでも去年はほら、全然夏休みがまるまるなかったから例えられないけど、その前の夏休みの宿題から比べると、まあ同じぐらいだよね。だいたいこんな感じだよね、うちの学校はね。そうなんですよ。はい、じゃあしほちゃんの方が多い。じゃあリミちゃんから言っていこうか。うん。どんな感じですか？しおり。しおりね。まずはね、でなんか目標があるのね。生活、早いな、早起き、朝ごはんをする。学習、時間があるときになるべく自覚をする。運動、友達といっぱい遊ぶ。うん。お手伝い、お風呂掃除とかする。とかとは他にも手伝いをしてくれるってことかな。楽しみ。将来期待しない、ね、期待するわ。じゃあとりあえず宿題を、さっきのなんだっけあったじゃん、はいはい、これだね。夏休みのりみちゃんがやらなきゃいけない宿題はどんな感じですか？いいの少ない。二行日記。二行日記、毎日書くのね、二行。うん、うん、あと夏ドリル、うん、夏ドリル。夏ドリルはどれかな、これ。うん、もうリラックマかわいい。これですね、夏ドリル。リラックマで結構ね、分厚いんだよね。しんちゃんより分厚い。国語、社会、理科、算数が全部一冊になってて。私社会の理科ないよ。そうだからね、ま、なんか珍しい。社会と理科普通ないんだけど、ね、毎回今年は入ってんだよね。じゃあ去年あったよ。あった。厚さを見せてください。厚さ、こんだけ結構ね、しんちゃんのに比べるとめっちゃ倍以上あるかな。ね、やっぱり、ね、結構分厚いです。はい、はい、じゃあ次、音読と読書。あ、これはね、サボる人多いけどね。私もね、4年間サボってたから。そうね、音読と読書は必ず、ね、あるんだけど、毎年みんなサボるやつです。はい、次、絵日記。絵日記、そう、絵日記は二行日記とはまた別に、なんだっけ、これだね。これ私みたいだ、それ。ただこれ、ここの紙をもらったので、ここの、ここですね、ここに書くそうです。ここに、あとこれやってもね、やめちゃいけないんだよ。あ、これも全部書くのね。あとこれも、この裏の一言日記。あ、一言日記も書くの。じゃあこの紙をとりあえず完成させなきゃいけないと。私一言日記書かなくていいって言われてたよ、4年生の時。はい、次生活カレンダー。生活カレンダーはしおりの中に入ってる。いつものあの、なんか歯磨きしたとか、何時に早寝早起きできたかとか、そういう感じだよね。うん、朝ごはん食べたか。あ、そうね、そうね。はい、次、ね、こっからが選んで取り組むもの。ああ、そうなんだ。え、待って、この中から一つ出たの。そう、楽じゃない、それで。超楽なんだけど、うん、なんかさ、昔2項目ぐらい選ぶのあったけど、なんか今年はなんか1項目っていうか、この中がすごい選択が多くて、その中から一つだけやればいいっていう。リミ、これ。はい、え、じゃあ何があるの。読書感想文か、科学工夫作品か、論文か、うんうん、あの、図画ね。図画工作、図画工作、標語作文か。まあその具体的例だと、アイディア貯金箱とか、ポスターとか、絵だね、普通に絵を描いたり、あと標語作文だね。まあ読書感想文みたいな、そういう感じ。いや、こちらもこちらか。そっか、普通の作文でいいのか。あの、コンクールはもう何か。ああ、そうね。そう、今あなたに送りたい漢字とか、漢字書いて、このそれについて説明の作文みたいな、著作文とか、本当にいろんなコンク、いろんなコンクールがあるから、はい、まあ作文として書かれてるけど、ね、めっちゃいろんな、ね、はい、項目があるよ。うん、
で、この中からリミちゃんがやるのはアイデア貯金箱。アイデア貯金箱ね、もう好きだよね。でもそれだけ作ればもう何もしなくていいんだよね。いいよね、読書感想文もしなくてもいいし。これ今年は楽じゃない？超楽だよこれ。だって貯金箱作ればもうその一大イベントみたいな宿題は終わりじゃん。あとはもうこういうコツコツ系しかないからさ。いいな。で、あと最後自学。そう、自学って言って、うちの学校がすごい推進している自宅学習。そうね、それを今もやってんだけどね。通称自学。そう、まあ自宅学習の略で自学なんだけど、はいはい、それをまあ自分でね勉強する習慣をつけなさいっていう意味で始められたものなんだよね。好きなことをでもやっていいっていうのが基本で、勉強ばっかりじゃなくて絵を描いたり日記を描いたり、自学でね、絵本作るの。そう、リミちゃんみたく絵本を描きたい人は絵本描いてもいいし、とりあえず何でもいいから自分で勉強するっていうか机に向かう習慣をつけるっていう意味で始めるものですね。リミ、この前絵本作ったよね。いつかなんか物語作ってなかった？先生に見せてたよね。また作ってって言われたの。また作ってって言われてたね。いや、これ本にしようって書いてあるでしょ。だから本にする。だからね、2人は本当真逆な才能がある気がする。自学に絵とか描いたことない。リミはもう本当そういう作る系とか、そのね、描く系、絵とか描いたり、そっちが得意だよね。うん、物語とかそういうのも好きだしね、作るのね。まあ、そういう発想が無理。こちらの方は逆で、あのね、勉強系の方が好きよね、どっちかというとね。自学とか、もう1ページに漢字をもうつたつたらかくとか、そういうタイプ。ずっと計算するとか、そういうタイプ私。まあそれはね、自分の力を伸ばすための勉強だから、それは別に自分のために使うものだから何でもいいと思います。はい、じゃあ次しほちゃんお願いします。私はりみちゃんも以上だね。まずしおりですね。で、あ、目当て言うか、1月早寝早起き朝ごはんを行う学習1日60分自学をやる。おお。運動1週間に2回近所を走る。1週間に2回、うん、お手伝い1日1回頑張る。頑張ってで、もう最後の一つは項目がなくて自分で書いたんだけど、計画、宿題を計画的に終わらすっていう。そうしてください。パパと立てた。あ、立てたね。最後にちょっと見せてもらったり。で、夏休みの宿題が、はい、まず夏ドリル、まあ、さっき、ね、見せたんだけど、でも結構ペラペラな感じがする。リミちゃんに比べたらペラペラだけど、大阪から、あ、でもそうか、全然か。でもそっか、2個あるのか。そうそう、2個あってさ、漢字と算数、もうこれ両方とも終わらせました。あ、そう、しほちゃんのはね、結構夏休みに入る数日前に配られて、夏休み前に終わらせました。そう、友達と図書館行ってね終わらせてきてた。いや、ずるい。やっぱ図書館使うとさ、終わるよね。必然的にさ、喋れないからさ、友達と行っててもさ、進むよね。超コツコツやって、すごい、ね、すごい集中できるよね。で、あと、この社会を明るくする運動作文コンテストっていうのが、今回必須で、で、このね、まあ、このね、この作文に書いて、出すんだけど、3枚、3枚。3枚から5枚書いていいってことになってて、学校からは3枚しかもらえなくて、3枚書こうかなと思ってて、はい、でそれをこのノートに今書いてるんだけど、あ、そこにまず書いてそっちに写す感じ。そうそう、超重いよこれ。難しいよね、内容的には。私は犯罪や非行で一番良くないと思うのは自殺です、みたいな感じでどんどん言ったけど、いいんですか、一行読んじゃって。で、一行だから良くない？いいですか、はい、自殺です。難しいですね。難しいですね、こういうことについて書くっていうのはね。そう、6年生になるとね、いろいろとね。はい、次、まあ、それが必須項目で、次からは選ぶんだけど、まず図が、国語作品、習字、自由研究。国語作品って言って、これ標語、意味が書いた標語とか、あ、さっきのリミちゃんに図書館を使った調べるコンクールとかさ、そういうなんか、なんていうの、国語の作品みたいな、何をやる予定ですか？だってその中から選ぶんでしょ、一つ、
自由研究か、うん、習字か、うん、短歌で迷ってて、うん、迷ってんだ。自由研究は何、そのさっきラーメン食べてて思ったんだけど、ラーメン今日のお昼はラーメンでした。豚骨ラーメン食べてて思ったんだけど、麺ってさ、うん、麺あの汁取ったら伸びるじゃん。今日パパが作ったらめっちゃ伸びてた。めっちゃ伸びてて、それで、あの麺ってさ、ずっとさ、お湯入れて待って、お湯入れて待ってをしたら、うん、どこまでも伸びるんじゃないっていう。あー、確かに。だから、吸わなくなったところで、長さを測って、うん、じゃ何メートル伸びるか。どれだけ水を吸うかとかも。どれだけ水を吸うかとか、どれだけ伸びるかとか、うん、そういうのやったら楽しい。伸びるというより、なんかさ、ぶっとくなりそう、水を吸って、よくぶっといラーメンあるじゃん、なんか伸びて。あるあるあるだから、どれだけ水を吸うかするか。そういう自由研究をするか、うん、習字は今ね、そうそう。いやでもしほちゃん習字、まあ習字ってさ、1日本当さ、頑張る、1日もかかんないか、頑張れば1日かかるよ私の場合。終わるけど、でもしーちゃんなんか習字向いてない気がするけどね。もう5年間見てきたけど大っ嫌いだよね。だったらそういう自由研究の方が楽しいかもね、案外。だからそういうね、うん、麺を茹でてさ、うん、1本だけお皿に置いて、うん、水浸しての繰り返しの方が楽しいかなと思うし、まあ、習字でしょ、あと、うん、あとは短歌、これね、うん、みんなやるって言ってたんだけど、簡単だよね、1個作ればいいよね。5、7、5、7、7の、 あの感じ、季節に感じたことを思ったことを、うん、短歌にしようっていうやつ、それ1個作れば終わりらしくて、一応名前まで書いたの。夏が来てみんみん泣くよ、セミ嫌い。それね、短歌じゃないんだ。あともう一つまた選ぶのがあって、うん、読書感想文、科学風作品、科学論文、科学論文の3つで選びましょうっていうので、一番選びたくない3つだよね。本当にだ、これだけは避けたいっていう3つが金揃えた。でも一昨年もそれじゃなかった、その3個じゃなかった。リーも一昨年その3個じゃなかった、選択。そうなの、それで私科学風作品を5年間やり続けてきてるんだけど、去年だから掃除機作ってさ、失敗したよね。失敗して結局何持ってったんだっけ、何持ってったんだっけ、結局忘れたけど違うの持ってったんよね。今年こそは掃除機をリベンジするか、また違うの作るか。私科学風作品しかやってこなくて、うん、読書感想文について聞いたの、うん、だからね、友達ね、オートしたとか言ってて、オート、やりたくなさすぎてオートしたっていう人もいるし、なんかやりたくなさすぎて現実逃避で掃除始めたっていう人もいるし、もうそんぐらいなんだなと思って。でもママの時はさ、必須だったからね、小学校6年間毎回夏休みは何、読書感想文は必須で、本当に嫌だった。本まず読むところから始まって、なんか分厚い本とかさ、毎日読んでさ、で内容がわからないと作文書けないから、適当に読むわけにもいかないし、本当嫌だったけど、でもしーちゃんとりみちゃんはさ、いいよね、選択だからね、回避できるわけじゃん、他のことやれば。でもさ、将来不安だよね。一回も読書感想文をしたことないまま中高に上がって大丈夫かなっていう、親としてはちょっとそこが心配。まあ以上かな、じゃあしーちゃんの宿題。以上ですね。はい、自学はあるの？自学もだからもうやるの、やれって、あここに書いてないレベル。ああ、もうあとだからリミと同じように二行日記とかあるけど、うん、ここに書いてないレベル。でも本当にもうそれは当たり前だろみたいな、6年生だし6年もやがってるんだし、もう当たり前だろみたいな感じで、こんな感じだけど、当たり前のようにもう一応ね、こんな感じでね、二行日記とかあるの。うん、6年生になっても二行日記すんのね。そうそう、でもうちの担任の先生さ、うん、無駄が嫌いなのみたいな感じの人だから、二行日記はなんか振り返りをしなさいみたいな。お、正直さ、うん、その二行日記、うん、意味ないと思います先生言ってて。この二行日記はあの、このなんていうの、目標、うん、の振り返りをしてくださいみたいな。なるほどね。感じにしなくて、そうそう。今日何したとかじゃ意味ないってことね。意味ないってこと。なるほど。こういうことを言ってましたので、はい、多分二行日記ではなく、今日は振り返り、ね、反省、今日は自学を60分できませんでした。明日は頑張りますとか、そういう振り返りになると思いますけど。なるほど。はい、わかりました。はい、はい、じゃあこんな感じですね。長々と喋りましたけど、ね、はい、はい、こんな感じの宿題になりました。はい、ということでね、今日は私たちの宿題事情をちょっと話させていただきました。はい、ということで、それではバイバーイ。バイバイ。